こんにちは。こんにちは。小原田水佐です。小原田ひろみです。イルカの時間です。すがすがしい朝ですな。いい天気で。そうだね、はい、うん、本当はすがすがしいのはね、スポーツなんだけどなよく言うな、すがすがしいって言うんだけど、なんだか今スポーツ界大変だな。何なの一番最初のスタートは。何だ、野球か。野球の賭博でしょ、あのな、うん、野球の賭博があってから、うん、なんかここでバドミントンの選手があって話になって、な、うん、いや昨日の北島はすがすがしかったよ。昨日良かったな。だから本当にね、うん、まあ、大物な、まあ、で好き嫌いあると思うんだよ、あの、うん、ああいう喋り方とかさ、うん、そういうなんか超気持ちいいとかもさ、例えば年の年配人から見たらさ、うん、なんだみたいなさ、うん、あるかもしれないけど、私好きだね、ああいう。もういいんじゃないのあれ、うん、そんなとどう思う関係ないよ、そんなの。だからそういう人もいるよね。自分もきちんと表現できるんだからさ、うんうん、あれはすごいね、うん、で33でしょ。そうね、まあ、うん、水泳選手ったら割と若めの人がね。そうだね、10代のオリンピックでメダル取っちゃうんだから、岩崎恭子さんみたいなね、うん、で今回も15歳だからね、メダル候補なんだよ、うん、なあ、だからそういう、まあ、そういう中でさ、あれだけこうね、日本の政界引っ張ってきてさ、うん、ね、で実績も残して、うん、ね、でまた今回ももうさ終わった人だと思ったけどね、うん、いやー、うん、なんか本当に100生かしてあげたかったね、うんうん、あ、惜しかったね、うん、なんか 0.3 秒だからなんかね、うんうん、まあ、でも急にさ、うん、オリンピック間際になってから復活してきたんだからさ、うん、追い込んだからね、あ、まあすごいね、うんうん、まあだからスポーツもね、うん、まあ、いろんな側面があるということだな。そうだね、だから、うん、若くしてさ、例えば本当にお相撲さんもそうかもしれないけど、うん、優勝しちゃったとかさ、うん、なんかすごい成績残したって言って谷町がついてこうチヤホチヤホヤしちゃって、チヤホヤされるんだよな、うん、なんだろうね、スポーツってやっぱヒーローになっちゃうんだな。だから周りの人がいけないんじゃない、うん、だからそれとこれとは別なのに全てがなんかそれで許してしまうっていうかさ、うん、何をしても許してしまうっていうか、だから、うん、あのピノキオの鼻じゃないけどもさ、うん、ああいう風に伸ばさせてしまう、うん、周りはいけないよね。まあね、だから、まあ、プロ野球行くとかさ、うん、ね、まあ、サッカー選手もそうだし、それから、オリンピックなんてのはさ、うんうん、そうね、誰でも来るもんじゃないよ。本当に選ばれた人、本当頑張った頑張った人、うんうん、まあ、才能と努力でな、うん、それだって初めて行けるから、まあ、それなりの評価は当然あっていいと思うけどな、うん、もちろん、うん、あのどちらかというと相対的に外国に比べると低いのかもしれないね、うん、あんなに頑張ってって、うん、周りの人はすごいお金をかけてやってる、フィギュアなんかもそうだけどさ、莫大なお金をかけて習わせてるわけで、それに報いることがあった方がいいのかもしれないし、うん、いやでもさ、あの偉くなればなるほど神戸を垂れるなんとかでさ、そうそう、だからね、うん、やっぱりイメージだよな、まあ、スポーツ選手もそうだし、爽やかだっていうのもさ、その勝手な、うん、勝手なイメージなんだから、別に、まあ、こっちがね、そうそうそう、うん、別にさ、ギャンブル好きがいたって構わないしさ、うん、ね、いるのは当たり前なんだからな、うんうん、それから例えばなんかさ、文学賞取るとかさ、うん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 、ね、まあ、ノーベル賞とかそれもそうだけどさ、うん、もう流しやけど、その分野での才能で取ってるわけなのに、うん、なんか何でもできる、なんか貧困法制でなんか、ね、人格までいいみたいなな、うん、そんな風になるからさ、うん、ね、うん、なんか、テレビでなんかコメンテーターになってさ、うん、ね、喋るたりするわけじゃん、うん、そうするとまたイメージがね、うん、出来上がっていく、だからどん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 ね、うん、自分をこう追い詰めていくよね、ある意味 うん、そちら側からの面で見るとね、そうそうそう、側面で見ていくとね、うん、そう、だからある人言ってよ、もうね、まあ優しいって思われたらもうおしまいだっつったよもう大変だって、優しい人、ああ本当にそれを演じなくちゃいけないから、だから俺は潜在意識でも説明つくわけよ、そう、向こうの先入観に合わせるわけ、うん、そうそう、例えば、うん、あなたが私のこと好きって思ってくれたら、うん、この人は好きに応えようとするわけだよ、うんうん、なるほどな、あ、この人は私のことを好きに思ってくれてるんで、うん、じゃあ応えなきゃっていう、うん、それがなんかもしかしたら間違った結婚のあり方かもしれないけど子供だってそうじゃん、うん、子供なんて完全にそうでしょ、親の期待、ね、親の期待だから、うん、親がじゃあこの子、サッカー選手しようと思ったら子供頑張るわけや、そうだね、な、本当は、それよりも本読んでるのが好きでもさ、うん、ね、うんうんうん、親がさ、うん、そう期待すると、うん、子供は親に応えようとする、うん、な、うん、もうそれは、結構大きな悲劇の始まりなわけや、うん、でも心理学的にもご説明がつくわけだ、期待に応えるっていうのはさ、そう、うん、だからまあイメージで、まあイメージで我々は人を判断し、うん、人からも判断されてる、そうそうそう、だからある意味ではもう本当の幻想というか妄想というかさ、うん、
そういうところで生きてるわけよ、うん、だからみんなね、うん、この目で見たことは間違いないとか確かであると思うかもしれないけれども、うんうん、そしたらその幻想が作り出している姿、イメージが作り出している姿であり、うん、イメージで作られたら世界なわけよ。そう、だからもし今現実生活が嫌だと思ったらイメージを変えないといけないわけよ。そうだよ、うん、だから本当にさね、例えばあの人が嫌いとかさ、うん、あの人が好きだとかさ、うん、いうのもみんな本当にイメージだから、うん、勝手な、それも勝手なよ、うん、本当に大した根拠ないよ、うんうん、ちょっとしたまあ一言かもしんないし、顔かもしんないしさ、うん、ね、服装かもしんないし、うん、まあ何かのきっかけはあるにしても、うん、そこから妄想がうわーっと広がるわけじゃん、うんうんうん、ほんでそこでもその妄想で判断するか、うん、だからそれと自分が勝手に作ったイメージと、うん、ズレが出ると裏切られたとかさ、うんうんうん、な、こんな人だと思わなかったとかさ、あなたのイメージなんですけどってことだよね、うん、そうでしょ、うん、な、うん、そうやってこうなんか、うん、作り上げて人間関係を悪くしていく、うん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 、な、だからイメージ持つだったら無理だけどな、うん、そういうふうにできや、でき、そういうふうにできてるっていうことを知ると全部違うじゃん。そうだね、ね、だからね、本当ね、うん、ここ何年かさ潜在意識っていうものにさ、うん、こう割と勉強してるじゃん、うん、催眠も、うん、より高度な催眠の勉強とかしたりとか、うん、長谷川先生のセミナー出たりとかした時に、うん、やっぱりね自分自身がね一番変わったと思うの、うんうん、やっぱね、周りの人はどう思ってるか分からんけど、うん、私はすごく自分が変わったと思って、うん、そうだね、うんうん、そうだからさ、自分に対する評価もイメージだから、そう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 、な、私はこういう人でなければいけない、そうそう、でこうでなければいけない、そう、こうなんだとかさ、うん、なんかちょっと失敗したらできない人だと思ってさ、うんうんうん、たまたまその時失敗した時の話だってさ、そう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 、他の時にはできるかもしれないんだから、そう、うんうん、だからね、そのやっぱり自分を認めるとか許す愛するとかって言うけどさ、うん、ただこうなんかそっちのスピリチュアル的なさ、あの切り口でさ、認めましょう、許しましょう、愛しましょうってこう、うん、お念仏のように唱えていても、うん、違うなっていうのはなんとなくっていうか、うん、かなり分かったね。そうだね、だからさ、うん、まあいいやでいいね、うん、なんか失敗したってさ、うん、まあいいやって、うん、ね、うまくいってもまあいいや、でもうまくいってもまあいいやでいいや、うん、何でもまあいいや、うん、なんでもありなんだからさ、うん、な、そうだね、私でもさ今思ったんだけど、私中学高校ってすごい映画が好きだったの、うん、まあ、あの頃、うん、月に1本しかね、お小遣いだからさ、うん、見れなかったけど月に1本映画見に行くってあったんだけど、うん、風と共に去りぬっていうやつのリメイク、なんていうの、こう、なんだろう、昔の映像をきれいにしたのかな、それがこう映画館にあった時があって、うん、あの一番最後のセリフでね、うん、あの Tomorrow is another day って、明日は明日の風が吹くみたいなさ、うん、そういうセリフがあった時にすごい強烈なさ、うん、でなんかわかんないけど、あの時にその主人公が赤のドレス着てたかどうかもう今はさ、うん、裸ではないんだけど、うん、バーッとこう赤のドレスを着た女優さんがそういう風に語ったっていう映像がその中に残ってるわけ、うんうん、だからやっぱりそうなんだよ、だから今日失敗しても明日はどんな風吹くかわからんのだよ、うん、そうなんだよ、だから失敗したからってさ、うん、自分が失敗だと思ってるだけの話で、別に他の人はそう思ってないかもしれない、ね、そう、大して緊張してないかもしれないんで、いや本当箸にも棒にもね、うん、かからないみたいなさ、そうそう、どうでもいいやって思ってるかもしれないし、でもその人はもう奈落の底とこに突き落とされたような感覚があるんだよね、そう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 、そういうふうな自分勝手な思い込みがあるだろうしさ、うんうん、だからなんかもう忘れちゃったほうが賢いんだよかもしれない、うん、だからこの朝があってさ夜があってっていうさ、この24時間、うん、まあそのね場所によってさ、うん、朝の時間が長いとか短いとかいろいろあるんだろうけども、うん、これってすごいシステムだなと思うわけ、うん、昼間あったことをちゃんと夜寝てさ、潜在意識がちゃんとこう書き換えられて、うんうん、ね、宇宙との交信もその時にしてるかもしれない、うん、そしてまた次の日朝おはようって時に、うん、もう別に生まれ変わった自分として演じて動いていいわけだから、そう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 、そういうことよ、うん、どっちみちイメージなんだから、うん、な、昨日までの自分と全く違う自分としてさ、うん、生きたっていいわけよ、そう、だから本当の自分なんてそんなの分かりゃしない、そうだね、な、全部イメージで、イメージでオブラートこうくるんでさ、うん、作ってるんだからさ、うん、だったらさ思い切ってさ、うん、なんかすごい自分作っちゃえばいいじゃん、ね、なあ、うん、どう思うよね、うん、そんなことするな、そう、うんうん、だから失敗と思ったことが実は失敗ではないし、うん、もうダメだと思ったことがもうダメでもないし、うんうん、そうだよ、だから、失敗なんかしたことないってね、うん、言うじゃん、うん、なあ、それは、どうやったらうまくいかないかが分かった成功なんだ、そうそうそう、いうわけでしょ、うんうん、だってなんか自分でああしまったなと思ったら次行動に変わってくるわけだから、うん、これは儲けもんだよね、その失敗と思ったことからどれだけ学べるかが問題であって、そうそうそう、学ばなければそれはおバカさんだけどね、うん、そうそう、でも、うん、でもその失敗っていうのは失敗じゃないかもしれないからな、もしかしたらね、うん、全然そうじゃないかもしれない、うん、うん、だからあんまり深刻に考えない方がいいよ、うん、
そうだね、うん、ケセラセラとかってこともあるけどね、要するに俺思うんだけど、うん、どっちみちうまくいくんだから最後ね、あ、どっちみちうまくいくんだったら途中はまあどうでもええやん、うん、どっちみちうまくいってどっち幸せになって、そう、どっちみち、うん、なんだかったらってことだね、そうだからまあ途中転んでればいいんだよ、その方がいいよ、刺激があって、あ、転ぶ経験も必要だし、いろんな経験をするために、うん、まあ、輪廻転生があると私は思ってるので、そうなんだよ、まあ、スポーツの話に戻せばさ、うん、あのラグビーなんかでもさ、うん、何最初練習するかって言ったらね、うん、パスでもなキックでもない、うん、転ぶこと、うん、ね、柔道もそうだよね、そう、柔道もそうだ、それ、そういうことによってね、うん、転ぶことを練習してからやると、うん、怪我もしないし、うん、ね、いいんだから、大事に大事に育ててもいけないの、子供は腸よ鼻よでこう、うん、転ばないように、転ばないようにでもダメだっていうことだろうし、そういうことだね、はい、はい、ということでどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。